ウグイスマルは、平安時代に作られたとされる、日本刀。皇室の私有財産にあたる巨物であり、宮内庁理住職が管理している。平安時代に活動した古備前派の投稿である、友成によって作られたたちである。友成は古備前を代表する投稿であり、古伝書にはその時代を援護路と伝える。友成名のたちには、鎌倉時代の家庭の都市を有するものもあり、 同盟を名乗る投稿が異なる時代に複数存在したと見られる。本作は作風から10世紀末11世紀初の作と見られ、投稿の古名のわかる日本刀としては最も古いものの一つである。うぐいすまるの名前の由来は不詳であるが、小笠原系図にある漢定にはうぐいすたちともなりとあり、軽言古文書にはうぐいすまるともなりとあるため、 今日に至るまでうぐいす丸と呼ばれている。室町時代には、名物として扱われていた。柿き元年、鎌倉久保、足利持ちの維持である春王丸、安王丸が、室町幕府に対して拒兵した有機合戦において、品の国主護である、小笠原正康は、幕府方の副将軍として参戦し、助走して逃走していた、春王丸、安王丸を捕らえるなど功績があったため、 足利義則より、うぐいすまるが与えられた。その後、子孫で、越前勝山城主である、小笠原家に伝来し、1736年9月13日には、徳川幕府八大将軍である、徳川吉宗のところへ義則から与えられた感情と、合わせて、うぐいすまるが、大乱に供された。明治一新以降は、小笠原家を離れ、総白尺家のとに渡ったが、 さらに、秋元死爵により1500円で買い取られる。さらに、秋元死爵家より売りに出されてからは、田中光明の所有となった。1908年11月に、茨城県にて、陸軍大演習が行われた際に、茨城県勇気に、ゆかりがある刀として、うぐいすまるが、光明より、明治天皇へ献上された。この時田中は二つの国風を添えたとされる。 ご有書物の刀剣の多くは、宮中採取などで役割を担っており、鶴丸などと同様に毎年1月1日に実施される宮中での最短祭の際に使用されることとされている。波長 81.81cm、反り 2.73cm、元幅 2.97cm、先幅 1.70cm、元へ 0.69cm、 先へ0.52センチメートル、茎半わずか。目喰孔は一つ。廃表に、美善国ともなりのご字名がある。本作は、私鉄が肌立ち、地に絵が厚くつき、乱移りが現れ、波紋は、自家人長の小乱で、上半は腕で葉を交える。ありがとうございます。